やっぱり思った通り、えー、移動平均線を5日ね5日の移動平均線を超えてしまったのが昨日やっぱり勢いがついたねうーんでアメリカの方も勢いがついてしまったしこれから上がるんではないかとあのー、オリンピックの方がね 延期になったのは良かったと思うんだけどねやっぱりこういう世界の状況の中で無理やりね今やめたら損するからとかねそういう耳っちいものの考え方するよりもねまあたいねこういうのって過ぎ去ったらあそんなこともあったなってことになるんだからむきになってねあのー 今やろうって考えるのはよろしくない、まあ、強いところからね言われてまあね IOC の方で言われてもうみんな都知事からないからみんなね,ね森ちゃんにしたってもうみんな一気にひれ伏したでしょうんやっぱりねアメリカがねくしゃみすると日本が風邪ひくって言われてるぐらいだからね やっぱり <laughs>、強いところから言われたら従うっていうのはやっぱ日本の、うん、やり方なんじゃないかなって思いますけどでも、まあこれでスッキリ <laughs> オリンピックが始まればいいんじゃないですかね。以上です